さて今回は WTT カップファイナルズ張本選手と早田選手の戦いを見ていきましたが井さんいかかがででしたかそうですねやっぱりこうパリに向けて中心人物にならなくてはいけない2人だと思うので、はい、その2人がまあこれまでの卓球に加えて、うん、これからこんな卓球をしていくんだという,こう意思の見えた何、うん、か新しいこう強さをこう感じさせてくれるパリは楽しみだなと思えるなんかそういういい大会になったと思いますね,すね希望が見える試合が多かったですね。平野さんいか はい。やはりこうこういった大大きな大会で 日本選手がコンスタントに誰かが勝ち上がるというのが今の日本だなというふうに感じていて、はい、まあもちろん中国の壁はまだ本当に高いなって感じる部分はありますけどその中でもあこういうところいけるんじゃないかこういう形どうだろうという、まあ、そういったものが見える大会でもあったのでうん、うん、すごくまあ世界卓球とまた違った意味で価値のある大会だったたと思いましどうしても、ね、中国の選手に勝てないと、はい、ああ、中国の選手にまた勝てないんだみたいに僕らは思っちゃいますけど。うん でも決勝ですよね国際大会決勝で中国に敗れて、はい、ほら陸上で言ったらウサイン・ボルトに今日負けたみたいなそういうレベルで彼らは戦ってるんだということをしっかりと頭に置いて、はいうん、今後ももうなんとかパリで個人金、うん、団体金みたいなところに目指してちょっと応援していきたいなと思えたい、今年最後の国際大会をディープ解説していきましたのでぜひご覧くださいはい。 お楽しみに。